んなさいね、今日時間がなくてこんなものしか作れなかった。いよいよハニー、うん、ハニーの作ってくれたもんならどんな料理だって美味しいさ。いやーダーリンたらもう、うん、はい、お醤油。え、僕はやっぱり目玉焼きにはソースだと思うんだが。目玉焼きはやっぱり醤油よ。ソース、醤油よ。ダメよ、ダメ。いや騙されたと思ってソースかけてみな。お醤油ソース、まあどっちでもいいか。アニメパラダイスはご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。僕は危ないからとじっちゃんに言われるまま、この地下核シェルターの中で僕が手を下すまでも勝手に自滅していく愚かな人類どもの様子をのんびり見物する予定だった。そう、彼女を見つけるまでは。地下核シェルターの中で育った天才科学少年がある女の子を見た瞬間、脈拍心拍数が急上昇。もしかしてこれって恋？見捨てないでデイジー、お楽しみ。今回も始まりました、アニメパラダイス。司会の野川さくらです。にゃっほー。はい、小滝さきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、はい、まあこのアニパラもですね、皆さんからいろいろハガキをたくさんいただくんですが、はい、今日はちょっとそんなハガキを何枚か紹介していきましょうか。はい、さくらちゃんから、うん、はい、こちらはですね、福岡県にお住まいのですね、こちらお名前本名で大丈夫かな、森下みなみさん。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。初めてアニパラを見ました。のぼはさくらちゃん、めちゃくちゃプリティーでですね。顔も声もアニパラとっても面白いです。毎週毎週見たくなりました。しかも初めて見たアニパラ、ゲストは大好きなマリネ、もう飛び上がっちゃいました、うん、ということでね、ありがとうございます。初めて見てくれたんだ、はい、うん、そうですね、嬉しいですね。そう、これからもいろんなゲストの人ね、はい、呼んで賑やかにいきたいと思いますので、じゃあもう一枚紹介しましょうかね、はい、こちらはですね、神奈川県のですね、藤田さりちゃんからいただきました。ありがとうございます。いろんなイベントの情報を見られるのが嬉しいです、うん、なぜなら私は調べるのが下手な上苦手で、すぐ見逃してしまうからです。これからも素敵な情報を期待しています、はい、ということでね、イベントもどんどん遊びに来てほしいですね。そうですね、もう情報もね、バッチリ、はいはい、お届けしてきますんで、はい、これからもアニパラ頑張ってお送りしていきましょう、はい、それじゃあ行ってみましょう。今回のゲストは東京ミーミーの主題歌を歌うあの人が登場。なんと特技は島戦記。ロードス島で起こり始めた異変の謎を探るべく、島へ向かった青年パーンとその仲間たち。しかしそこで待っていたものは、俺がおびき寄せるからその隙に逃げる。今新たなる英雄伝説の幕が上がる。です。はいはい、はい、今回もこちら、あ、来ましたね、今日のゲストさんのプロフィールになってます、うん、はい、紹介していきます。お誕生日が2月25日、うん、血液型が AB 型、うん、趣味、光ったもの集め。カラスですかね。あは、そうですね。あ、でもこういうキラキラしたキラキラしたアクセサリーが必要ですね、うん、はい、特技土佐弁。あ、方言ですね。方言ですね。なるほど、なるほど。好きなアニメは名作アニメ、そして好きなアニメソングがサイボーグクロチ。代表作としてはですね、こちらオンリーユービバキャバクラの、これは何ですか、藤子さん、ね、そんなような作品にいろいろ出ていらっしゃる、うん、この方はどなたでしょうね。どうなんでしょう、気になるところですが、土佐弁ということは土佐弁を喋られる土地で育った方です。そうですね、どなたなんでしょう、気になりますが、じゃあ早速呼んでみましょう、はい、今日のゲストはこの方です、この方です。じゃーん、小松理香さんです。どうぞ。どうも、こんばんは。どうも、お邪魔します。よろしくお願いします。はい、ということで、うん、ね、こちら、いろいろありますが、好きなアニメは名作アニメ、はい、うん、これはどの辺が、はい、あ、名作、いろんなアニメーション好きなんですけど、ハイジとか、あ、もういわゆる黄金、はい、
ハイジとかラスカルとか、うん、なるほどなるほど。特技の方にもありました、はい、土佐弁、土佐弁というのがありまして、はいはい、ちょっとそちらがですね、まあ、またですね、あのさくらのゲストに挑戦コーナー、いやー、はい、挑戦ですか、うん、思いたいと思うんですが、はいはい、今回はですね、はい、いろいろとちょっとこちらで土佐弁を調べまして、おー、うん、はい、その意味がですね、うん、あの標準語で言うとどうなるのかっていうのがですね、さくらちゃんに、あ、私、はいはい、じゃあちょっといろいろとありますんで、はい、行ってみたいと思いますが、はい、まずはですね、ひさに、はい、ひさに、わかりますか、わかります、うん、はい、これはわかります、まあなんか、でもこれはまあなんかわかるかな、お久しぶりとかとかですか、あ、惜しい、ちょっと惜しいかな、結構近いですね、じゃあ、うん、長い間、はい、はい、そうですね、あ、長い間、長い間、あ、っていう意味なんですか、うん、はい、っていう意味と、はい、うん、じゃあ続けてですね、行ってみたいと思うんですが、はいはい、えず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 い、これわかりますか、これはわかんないな、わからない、これどんな風に使います、どんな風に使いますか、うん、それはまっことえずいことになっちゅうねとか、でも全然わかんないですよね、これじゃ、まことに、うんうん、大変なことになったねとかですか、うん、いや、これがね、でもそれでも、まあ、近いですけど、はい、かわいそうっていう、うん、ひどいとか、なんかそういう感じの、かわいそう、うん、だからあれですよね、多分、うん、あの名作アニメとか見てて、ネロ、えずいって言いながらちょっと涙を流したりするわけですね、全然でも違うんですね、うん、すごいですね、意味が、うん、はい、という感じで、はい、ま、勉強になりました、土佐弁講座をお送りしました、いえいえいえ、どういたしましてです、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、まあ、今回ですね、はい、あの東京ミュウミュウの、はい、うん、オープニングテーマを歌われてるということで、はい、テレビの放送は何か見られました、はい、実際に、実は私はまだ見てないんですけど、 あの放映自体は見てないんですけど、ビデオで1話の方はもう見せていただきました、うん、はい、なんかどうですか、自分の歌と絵が合ってるところっていう、あ、なんかドキドキしましたよね、やっぱり、はい、終わった後はちょっと放心状態みたいなこんな感じでずっとやって、はい、結構ね、長い間、はい、まあ、テレビアニメの主題歌だったら流れますからね、はい、うん、東京ミームのオープニングテーマ、はい、マイスイートハート、はい、はい、こちらがですね、4月6日から、テレビ愛知系、テレビ東京系で、スタートしております、はい、東京ミームのオープニングテーマということで、はい、じゃあですね、この辺でちょっと、はい、今後の活動や抱負なんかもお願いできますか、はい、そうですね、やっぱり歌がすごい大好きなんで、うん、今回歌わせていただくっていう機会が、うん、見ててすごく幸せだと思います、うん、できることならやっぱりこれからも歌の方を続けて歌っていけたらいいなと思っています、うん、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、じゃあということで、じゃあ今度はですね、はい、また土佐弁をちょっと勉強して、はい、うん、土佐弁バージョンでちょっとお送りできるように頑張ります、ということで、小松理香さんを迎えてお送りしました、はいはい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、キャラコンにデジモンに光が、そして超ビッグな方々のコメントも満載の特捜最前線、残酷な天使のように昭和パイオニア、闇の末裔、我が前に十王朝一の強大な魔力を持つ鈴木麻人を中心に、現世をさまよう悪に次々と立ち向かう、甘味にして怪奇なストーリー、闇の末裔、お楽しみに。アニバラ特捜最前線のコーナーです。まずはニュースをまとめてみましたのでご覧ください、どうぞ。先日、池袋のサンシャインでデジモンカードゲーム史上最大の公式イベントが開催されました。特設ステージではデジモンに出演の風間優斗さんや筋肉マン2世のエンディングを歌うパーマネンツの熱いライブが行われました。キャラクターが一堂に集まった大イベント、キャラクターエンターテインメントコンベンション。MC を務めます、三浜千代です。V は小さい、ありがとう。アズマンガ大
オのステージではメインキャストの方々が顔を揃えていましたよ。一体この行列は、来てくださった皆さんどうもありがとうございました。人気テレビアニメ電光超特急ヒカリアン、主題歌を歌うのはご存知アニソン界の女王堀江美津子さん。堀江さん、どんな曲ですか？皆さんこんばんは、堀江美津子です。今回電光超特急ヒカリアンの主題歌を、歌うことになりました。とても爽やかで、日曜日の朝の放送なんですが、日曜日の朝の放送にうってつけのとても元気の出る、楽しいいい歌です。ぜひ皆さん、とっても素敵な歌ですので聴いてみてくださいね。はい、今回もラインナップが出揃いました。はい、まあキャラコン、出てましたけど、お世話になりました。いやいや、こちらこそお世話になりました、はい、本当に申し訳ないもの。可愛かったです。アズマンガのですね、おたきさんが千代ちゃんのコスプレをして、はあ、うん、いやもう金田智子ちゃんの前で千代ちゃんのコスプレっていう、ね、はい、可愛かったですよ。もう人間としてやっちゃいけないことをやってましたけど、はいはい、今回の佐々木の目玉、はい、略して笹玉、はい、ということでですね、ちょっと紹介したいものがありまして。何でしょうか？まあ、こちらゲートキーパーズ21を、はい、さくらちゃんもね、主題歌歌ってたり、歌ってます、うん、しますが、はい、ちょっとこちらをですね、紹介していきたいと思うんですが、はい、まあ、こちらが全6巻で第1巻がですね、いよいよ間もなく4月24日、はい、発売となります。もうすぐですね、はいはい、そしてですね、なんと次回の、このアニパラの方で、はい、真鶴ゆうちゃん役の、うん、羽岡由紀子さんがゲストに来てくれるということですね。もうちょっとプッシュプッシュしますよ、はい、ゲートキーパーズ21、はい、それではですね、ちょっと、いろいろとインタビューを取ってきましたので、はい、そちらの素材を見ていただきたいと思います。それではどうぞ。アニパラをご覧の皆さん、こんばんは。ゲートキーパーズ21の監督、山口博史です。前作は1969年、まあ、当時のいわゆる熱血スポーツもの的な要素を取り入れて、ちょっとまあ本当にまっすぐな、最近 あまりにひねった作品が多いんで、ちょっとあえて、シンプルなストーリーでまとめたんですが、今回それから舞台は30年後、まあ、2001年、21世紀最初の年を舞台にしまして、前作で登場したキャラクターたちの、まあ、子孫っていうと全員が全員出るわけじゃないんですけど、前作の意思を受け継いだゲートキーパーたちが活躍するストーリーになっています。今回はですね、このようなちょっと新宿の高層ビルをバックに撮影しておりますが、まあ、今回前作から違って現代が舞台ということなんで、意図的にさまざまな新宿、渋谷、まあ、それぞれ現実の場所を選んで、撮影ってわけじゃなくて、まあ、制作しております。ですので1話とかをご覧になって、あ、この場所はここだなとか、この場所はあそこだなと、そういうふうにちょっと、もし東京にいらっしゃる方なら歩いて見られるのも面白いんじゃないかなと思ってます。まあ、キャラクターデザイン、創作画監督の後藤圭一さんはじめ、スタッフ一同頑張ってやってますんで、もしよろしければぜひご覧になってみてください。アニパラをご覧の皆様、こんばんは、田中康平です。今回のゲートキーパーズは割と抑えたシーンとか多いのですね、第1話は抑えたシーンの時が割とたくさん使われてまして、でも本当は派手な前のようなですね、ものすごい派手な曲もいっぱいありますので、これからちょっとみんな期待して聴いてくれるといいと思います。で、まあ野川さくらさんは、今度初めて私お仕事したんですけど、非常に声が伸びやかでですね、声優さんにしては非常に珍しく歌がちゃんとしてるという方でですね、田中先生のファンだったんですとか言われちゃいますとですね、おじさんとしてはもうね、つい喜んでしまってですね、もうそれで OK みたいなそんなんで OK にしちゃいかんのですけど、この作品はすごく私も好きな作品で、一番最初プレイステーションから出まして、そしてアニメに行きまして、今度 OVA ということで、なかなか理想的な展開をたどっております。で、またそれに応じてちゃんと進化もしてますんでですね、皆さんぜひ買っていただいて見ていただくと、監督ともども、ゴンゾ、みんな、ポリン・キャニオン、みんな喜びますので、よろしくお願いします。ミュウちゃんとコトラと店長が今回もお届けします最新コミックランキング、気になるベストワンは、ホッキンザクラウン、のんびりカラメロ、ケチョケチョラーカーポッキーザクラウン、ジャングルパッキーポッコーペンポッキー、ラーカーポッキーザクラウン、ゾンゴルカラケのヌー
なんとトラッツのコーナーにもお便りをたくさんいただきましてですね、ありがとうございます。山梨県にお住まいのですね、小池梨沙さんからのお便りです。ありがとうございます。はい、毎回楽しみにしています。特にトラッツのコーナーが大好きです。これからもアニメや漫画の情報をいろいろと教えてくださいということでね、ありがとうございます。コミック使う時のね、なんかあ、これは買わなくちゃとかね、アニパラでやってたっていうのでね、結構ね、皆さんね、なんかそれを見て買ってるような感じなんで、はい、いいですね。はい、ということで、じゃあ早速そろそろランキングの方行ってみましょうか。はい、そうですね。みゆちゃん、よろしくね。いらっしゃいませ、トラノアの池袋店へようこそ。今日もコミックに関するホットな情報を私松木美優がお届けいたします。というわけで、それではとりあえず中へ中へ続いと。トラノアの、まずはトラノアナさんのホットな情報をお届けいたします。ソムリエ店長、はい、今日の目玉情報は、はい、目玉情報はこちらになります。こちら、はい、これは一体、実はですね、はい、うちのポイントカードで500ポイントで交換できる、ここだけでしか手に入らない。何、ここだけしか手に入らない。はい、トラダネというものですので、これ一体どういう方なんですか。うちのマスコットキャラクターのココちゃんのタチ、タチの、はい、設定資料集です。お、これはこれはぜひ必見ということなんですが、ちょうどあの可愛らしいココちゃんが表紙なんですけれども、実は実は実は聞いたところによると、お、なんとココちゃんのイメージボイスに私松木美優が決定したということで、ありがとうございます。ありがとうございます。やったーやったーやったということで、もうしばらくに間ね、ココちゃんとして、皆さんの声を聞かせできるかと思いますので、ココちゃんともども松木美優もよろしくお願いいたします。はい、ということで、ではこの情報ですね、また私がポップに変えていきたいと思います。はい、テレビの前の皆さんも私の作ったポップをぜひぜひ見に来てくださいね。おなじみのコーナーになっております、コミックの最新売上ランキングベスト5をご紹介していきたいと思います。まずは第5位、富樫義博先生のハンターハンター第14巻になります。はい、今回は一体どういった展開に。こちらの方はもうゲームの世界の中のお話なんですけれども、ね、はい、まあ誰が敵で誰が味方だよ、ありゃ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 、もう本当にわけわかんないはい、またドタバタと面白い展開になっているということで、ドキドキハラハラ、ドキドキハラハラ、はい、じゃあぜひぜひチェックしてください。第5位は富樫義博先生の作品ハンターハンター第14巻でした。続いて第4位、小田栄一郎先生のワンピース第23巻になります。はい、こちらももう人気作品ロングランといった感じなんですけれども、そうですね、第23巻、今回の内容はどういった感じで、ようやくようやくアラバスタ王国編、はい、終わり終わりかと思いきや思いきや、また最後にまた大ピンチ、あらあらあら、やっぱり目が離せない、離せない、離せないですねわかりました、はい、こちら小田栄一郎先生の作品ワンピース第23巻が今回の4位でした。そしてそして第3位、松山誠二先生の英検第4巻になります。はい、プロロンな感じで、そうですね、でも今回プロロンだけじゃないんですね。何、実はペッタンの、ペッタン、妹が、あら、そうなんですか、また大暴れ、プルルンもペッタンもあると、なんだか胸が痛いけど、わかりました。はい、はい、ではこちら松山誠二先生の作品英検第4巻が今回の3位でした。そしてそしてそして第2位は天津彩先生のガーディアンハーツ第2巻になります。はい、こちらはまた可愛らしい女の子がいっぱいなんですが、どういった内容で。ちょっとジェラシーなんですけれども、主人公の和也くんをめぐって、和也くんをめぐり、ヒロインですとか、はい、忍者ですとか忍者、はい、他にもいろんな女の子が
てんこ盛り。いろんな女の子てんこ盛り。モテモテです主人公。モテモテたまらんですね。たまらんですが羨ましいです。今回の第2位は天地沙耶先生の作品ガーディアンハーツ第2巻でした。そして堂々の第1位は文月光先生の愛より青し第8巻になります。はい、テレビアニメ化されてますます人気急上昇中といったところですね。急上昇中、はい、どういった内容になるんでしょうか。私のジェラシーも急上昇中って感じですね。ジェラシー、はい、はい、それはなぜ。主人公婚約しちゃってるんですけども、でも他の女の子にもモテてしまう。あら、それはジェラシーですね。ジェラシーですね。じゃあこちらもドタバタ楽しい感じの、はいはい、展開になっております。ぜひぜひチェックしてください、はい、というわけで今日の堂々の第1位は文月光先生の作品愛より青し第8巻になりました。それでは恒例となりましたソムリエ店長のおすすめです。はい、こちら結城真一先生の桃江サイズ第2巻になります。お、こちらはどういった点がおすすめポイントで。これ実は結構厚い本なんですけど、はい、基本的にはですね1話読み切りなんですよ。1話読み切り、はい、1話で最終回最終回、はい、それはなぜ。実はこの主人公、まあ、ちょっと死神の鎌持っちゃってるんですけど。鎌持っちゃってるんです、はい、そんな簡単に、はい、それで切っちゃった人の切っちゃった人の、はい、存在全部取り込んじゃうんですね。そうすると主人公の名前が変わっちゃうから、はい、毎回毎回どん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 タイトルが長くなっていって切っちゃった人の名前がどんどんついていって長くなっていくと、はい、ぜひ皆さん、はい、チェックしてみてください。というわけでソムリエ店長のおすすめでした。今日もどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。次回もまたたくさんたくさんコミックのホットな情報をよろしくお願いいたします、はい、というわけで以上トレツーのコーナーでした。今回ものほほんパルドゥーは魔女っ子目指して頑張ります。アイマイミーストロベリーエッグ。今月分の教師を志す熱血青年天羽響が女性しか採用しない私立中学校で女教師として繰り広げるちょっぴり危ない青春ラブコメディ。やむにやまれず女装という手段で教職にありついた響だが、彼の根底にあるものは教師としての熱意。我が学院で教職がお望みとか。天羽響と僕。アイマイミーストロベリーエッグお楽しみに。お願いします。僕らはもっと強くなる今風の中で未来に立ち向かう時生まれてくエナジー。僕らはもっと優しくなる今風の中で本当の勇気だけが。アニパラシアターのお時間ですが、ここでおはがきを1枚、こちら埼玉市の加藤優さん、ひろしさんかな、からいただきました。最近アニメパラダイスますます好調ですね。ありがとうございます。アニパラシアター復活の2作目魔法遊戯とても良かったです。魚が好きになりそうです。オタッキー佐々木さんの髪型も男らしくかっこよくなってとても良い感じです。いや本当はもうちょっと女らしくしたいんですけどね、まあ、それはともかくとして魔法遊戯を見て魚が好きになりそうです。これは着ぐるみを着たいとそういう意味でしょうか。あるいは魚の中に女の子が入ってないかなとサンマの丸焼きとかを食べながら思ってるんでしょうか。妄想のしすぎには注意してください。それではアニバラシアター魔法遊戯どうぞ。街はあっちみたいですよ。そうですよね。行きましょう。砂までの砂漠ですね。やっぱりさっきの標識のところで間違えたんでしょうか。
そうみたいってことは、あそこまで戻ればいいんじゃないのかな。どっちでしたっけ。さあ、ってことは、立派なそうなんですよね。あんた追いかけてたらついね。苦しんでる姿もまたかわいい。プリズム様、敵をかわいいだなんて言って申し訳ありません。スッキリは悪い子でございます。自分は橋よりも壁も岩もないでございます。あんた、頭までそれかぶってて涼しそうね。こっちは頭の芯まで直射日光浴びてるっていうのに。ちょっと、私も入れなさいよ。私も。あ、そんなに引っ張ったら。臭いわね。いつ洗ったのよ、これ。ふきゃるふきゃ、おいたはダメですよ。あの苦しんでる姿が、もう飲めない。ピピンさん、何言ってるんですか。ピピンさん、今、私なんか言った。え、変なこと。上ごとを言うようになっちゃおしまいだわ。そうですね、私も幻が見えます。もうダメみたい。私にも見える。私にも。みんなダメかも。みんなに見えるってことは幻じゃないのかも。ダメよ、砂漠には蜃気楼があるわ。この際蜃気楼でもいいかも。さあ、はい。あんたの魔法って水系じゃなかったっけ。いいじゃないですか、もう水はたっぷりとあるんだし。それもそうね。
ものがあります。ちょっと待ってください。うわあ、いったー、やると思ってたけど古典的すぎるわ。今度やってみなさい。本当にぶっ飛ばすわよ。はーい。私たちどっちから来たのかしら。完全に迷ったみたいですわね。とりあえずあっちに行ってみよう。どちらですか。パルドゥマッチ。いけませんわ、貴重な明かりですから。分かったわ。じゃあ私の声を頼りについてきて。なんか砂利道みたいね。鉄腕アトムの足音よ、これ。なんなのよこの音。なんだったの今の。あるよ、みんなが寝静まった頃、庭の隅で穴を掘る音がザックザックザック。その音に気づいてカーテンの隙間から覗くと、髪の長い体中びっしょり濡れた女の人がゆっくり振り返って。やめてよそんな話。振り返ってどうなったのですか。振り返って、うわうわ、いいって言ってるでしょ。うわー、今度は何よ。え、誰かが僕の体を食べてるって。気のせいじゃありませんか。うるさいな、そいつ黙らせてよ。魚吉が口閉じたら前が見えなくなります。この暗闇で前が見えるもんないでしょ。そうですね、魚吉口閉じて。うるさいな。待ちすったのに真っ暗、どうして。アホか、その魚が口を閉じてるからじゃない。あ、そっか、魚吉口開けて。ほら、誰も口もぐもぐやってないじゃない。気のせいよ。うるさいな。ほら、あなたの気のせいじゃない。お。よい子のみんな、アドディたちは転んじゃったんじゃ。暗い坂道には気をつけるんじゃぞ。こんにちは、そば屋です。出前先に来ました。ああ、
詳しいお蕎麦屋さん、どうも、こんにちは。また新しいゲームをやってますよ。これは今度4月に発売される会話式の新しい恋愛シミュレーションの社員じゃないですか。そう、社員です、社員です。また詳しいですね、お蕎麦屋さん。ゲーム業界に新風を巻き起こすプロゲーマーマツ、その類まれなゲーム感覚と天性の反射神経により国内はもとより数々の世界大会を総なめにした卓越したプロゲーマーなのである。その研ぎ澄まされた感性を生かし、今話題のインターネットカフェニューニューにてゲームレクチャーを担当。さらには自分で会社を設立するなど精力的に展開し、現在はグループシンク代表取締役としてウェブ制作と VJ ソフトの開発を行っている。ゲーム業界からも今最も注目を集めているのがこの男である。これからどんどんプロゲーマーが増えてくるといいと思ってるんですが、そのプロゲーマーたちを中心にしていろんな人がゲームに触れていければいいなと思っています。お蕎麦屋さん、このゲームなんですけど、すっごい絵が可愛くて、はい、楽しいんですが、こんにちは。あんまり詳しく知らないんですよ、はい、どんなゲームなんですかね。さっきも女の子と話していたところがあったんですが、ありましたね、はい、女の子との会話を楽しむゲームなんですよ、はいはい、でそのためにちょっと新しいシステムというのが入っているんですが、うん、それがこのアイデアホイールというシステム。アイデアホイール、はい、でじゃあ実際にちょっと見てみましょう、うん、はい、はい、主人公はですねカメラマンのお弟子さんなんですね、はい、でも弟子になりたくてもまだ来ちゃダメだと言われてまして、うん、プレイヤーさんということですね、はい、そこで女の子に出会って、うん、こういろいろ写真を撮らせてくださいとお願いをしていくんです、はい、うん、ただ女の子たちはみんなちょっと写真を撮られるのが嫌らしいんですよ。あ、そうなんだ。でそれはなんでなんだろうというところで今こうお話をしながら、はい、その子がなぜ嫌なのかというのを探していくという、うん、探していく、はい、探していてそれを解決してあげると今度は写真を撮らせてくれるかもしれないという、はい、仲良くなるということですね、はい、女の子たちと。女の子はいっぱいやっぱり登場するんですか、はい、女の子は6人います。6人、はい、このですね、はい、丸くなっているのがあるんですけれども、まずじゃあ、はい、ボタンを1回押すと回り始めます、はい、でそこでどんな話をするかというのを選ぶんですが、まずここで通常話、普通の話をしてみましょう、はい、あ、ちょっと今長すぎると怒られてしまうのでやってみますね。でここで星、赤丸、黄色丸、青丸というのがあるんですが、でそれぞれの選ぶことができるようになっています、うん、これで今東大岬のお話を聞いてるんですが、これで彼女がどういったものに興味を持っているのか、あるいは何が嫌いなのかというのを全て会話でお話ができるんです。で今出ているんですが、キーワードが合っているとですね、今度はまたそれに掘り下げた話を聞くことができるようになっているんです。ちょっと今もっと楽しい話はないのかよ。ゆっくりしているとちょっといつまで待たせるんだというテンポのいい会話が求められる。テンポのいい会話、はい、それはでもね、実際の女の子でも、そうですよね、はい、そうなってますね。でこういったことでどんどんお話をしていって、はい、それで最後にベストショットを何枚収められるかという9日間の間で、はい、話になっています。面白そうですね、はい、で実はですね、はい、メーカーの方からちょっと、はい、特ダネ情報をいただきまして、何でしょうか、はい、この女の子たちですね、普段は特定の場所にしかいないんですが、仲良くなると自分がこう移動している時にすれ違ったりする時に声をかけてくるんです。嬉しい、はい、ですれ違っている時に、まあ、今日は元気とか、うん、今度どこに行くんだとか、うん、そういう話を聞けるというところでありますし、でさらに女の子によってはお気に入りの場所というのがあるそうで、うん、そちらの場所で写真を撮るとさらに特別なものが見られるという。何が見れるんでしょうね、楽しみですね。ことになってます。はい、もうすぐ発売なんですね。4月25日に、はい、発売になってます、ね、ぜひやっていただきたいですね、うん、はい、それではですね、今回もご用意させていただきました。はい、はい、あ、また出ました、はい、こんな人におすすめ。はい、まずですね、はい、可愛い女の子の会話に飢えているか飢えている、はい、これはもう5つ星で、はい、女の子の写真を見るのが好きな人、うん、あ、そうですね、写真を撮るゲームですもんね、はい、グラビアをいつも穴が開くほど見ている方なんかおすすめです、うんうん、自分で好きな、そうですね、自分で撮ることもできるゲームですもんね、はい、うん、
それからあのギャルゲー、こういったジャンルの美少女ゲームですね、はい、そういったもの初心者の方でも、はい、あの感覚的に考えないでいける、うん、ゲームですので、そういうギャルゲー初心者の方にもおすすめです。なるほど、はい、皆さんぜひプレイしてみてください。はい、はい、本当に今日はどうもありがとうございました、はい、なんかまたいろいろ教えてもらっちゃいましたね。そういえば最近話題の東京レジャーランドって知ってます、うん、あ、知ってます知ってます、行ってきましたよ。うん、それではご覧ください、どうぞ。はい、ということで早速やってまいりました、東京レジャーランド。こちらはですね、パレットタウンに新しくできましたアミューズメントパークです。さてさて、中は一体どんな風になっているんでしょうか。早速行ってみたいと思います。臨海線東京テレポート駅より徒歩3分、他にもゆりかもめやバス、水上バスでもアクセス可能な東京レジャーランド。約3800坪もの広大なフロアにゲームやカラオケはもちろん、ビリヤードにボーリングに卓球、バッティングセンターとありとあらゆる楽しさを詰め込んだ24時間年中無休の屋内型総合アミューズメント施設、それが東京レジャーランド。始まってる始まってる、あ、負けた負けた負けた、世代の方がご来店いただいても、こんな広いフロアにいろいろなものを取り揃え楽しんでいただけるアミューズメントパークです。ぜひご来店ください。ゴールデンウィークにどこに行こうか迷っているあなた、東京レジャーランドで決まりだね。そしてですね、おそば屋さん、すごい私はプレゼントをもらってきちゃいましたよ。そうなんですか。観覧車のチケット、そしてですね、はい、ボーリング場が東京レジャーランドの中にはあるんですけども、はい、そちらのチケットをね、もらってきたので皆さんにプレゼントしちゃいます。はい、番組の最後にね、宛先とか詳しいこと出ると思うので、ぜひともそちらをね、あの、応募してみてください。あ、ちょっともう帰らないと大将に、あ、また、また叱られちゃうんで、またそうか、はい、すいませんでした、お仕事どうも、毎度ありがとうございました。 ありがとうございました。失礼します。注目の最新アニメの主題歌を一挙に大紹介、あなたのツボにハマる一枚がきっとあるはず。まずはですね、はい、まあ、このアニバラ内でも、絶賛放送されておりました。おりました。I Wish You Were Here の DVD のボリューム3が、はい、4月の26日に、はい、発売になります。はい、はい、まあ、イベントの方もね、なんか行われたりと、こちらも動きが結構ありますんで、はい、ちょっとこの3巻はぜひ結構キーポイントとなる回かなっていう感じがするんで、はい、はい、見ていただきたいと思います。はい、そしてですね、まず爆闘宣言ダイガンダー。うん、こちらの主題歌、ロボットアニメのオープニング、こうあるべしみたいなですね、うんうん、曲なんで、もう非常にノリのいい曲なんで、遠藤正明さんが、はいはい、歌ってらっしゃいますか。エンディングの北谷さんという、そうそうそう、ビアザヒーローで、うん、はい、オープニングエンディングともね、すごくいい曲なんでですね、うん、こちらはちょっとぜひぜひ買ってですね、はい、もうカラオケで歌いまくる、いいですね、うん、いいですね、時期に入ると思うんで、そうですね、はいはい、うん、チェックしていただきたいと思います、はい、そしてですね、続いてはですね、永遠の花というですね、あの、愛より青しという、コミックスがありまして、まあ、それがアニメ化されまして、はい、まあ、それの、主題歌、オープニングテーマ、石田洋子さんが、はい、もうバラバラマックスシリーズでお世話になりましたから、石田洋子さんが歌ってらっしゃいまして、フジテレビ系で毎週水曜日26時25分から、
絶賛放映中でございますので、はい、結構ね個人的にもちょっと推しな作品の一つなんで、うん、見ていただきたいかなと思っております、はいはい、そして閣下の CD がもう閣下と呼ばさせていただきますが、はい、林原めぐみさんの、はいはい、トリートはゴブリンズ、はい、こちらはですね、阿部の橋魔法商店街の主題歌ということで、はい、まあ、その、主題歌になっております元のですね、阿部の橋魔法商店街の方の、こちらですね、うん、ムック本的なもんなんですが、こちらが連載されているのはですね、まあ、アフタヌーンとマガジン Z の方で、連載されているんですが、そちらのですね、まあ、コミックスとかを集めたり、まあ、あとはですね、いろんなものをですね織り交ぜて、まあ、ガイナックスね、今回制作のフォアガイナックスで脚本の方赤堀悟さんが担当しているということで、うん、この阿部の橋魔法商店街、まあ、そのコミックス版の鶴田健二さんが書いてらっしゃる、うん、やつはですねこんな本が出ますんで、まあ、ぜひぜひチェックしていただきたいなと思います、うん、はい、さくらちゃんからは、はい、私からはですねこちらにありますじゃーん OVA アーケードゲームは吹雪の第2巻盗まれたパッションパンティ、うん、こちらがですね4月の25日に発売になります。主人公の桜ヶ崎吹雪ちゃんで、うん、出ているんですけども、うん、でですねこちらも出るんですが、なんとこんな本が最近発売になりました、はいはい、これおたきさんご存知ですか。これ表紙、うん、違わなかったっけ、うん、今まで発売されていた、うん、あの吹雪ちゃんのコミックとまた違うタイプのですね、はいはいはい、何が違うかあなたの目で、あの、うん、いろんなところをチェックして比べてチェックしてみていただきたいなと思うんですが、うん、新しくあの最近、ファミツブロスに書かれた書き下ろしなんかも載っていたりと、うんうん、すごく面白い作品なんで、はいはい、本屋さんでもう手に入ると思うので皆さんこちらもぜひ読んでください、うん、あとは私が天使の尻尾、うん、あのインコの翼ちゃんで出てますが、うん、ルルタンダをジャケットがルルタンだお。おたきさん大好きなルルタン。こちら天使の尻尾の DVD もね、続々とリリースになっているので、うん、皆さんぜひともね見てほしいなーなんて思って。買ってほしいんだお。だおだお。はい。もうすっかりなんかルルタンにダメになってる俺ですが。はい。はいはい。まあそんな感じで、うん、うん、大丈夫かな。大丈夫かな。はいはい。ということでアニパラバンバンのコーナーでした。はい。こだわりにこだわったおたき佐々木の今回の一品は。Pioneer. 闇の末裔。我が前に十王朝一の強大な魔力を持つ都築麻人を中心に現世をさまよう悪に次々と立ち向かう。甘味にして怪奇なストーリー闇の末裔。お楽しみに。佐々木の私服の一品のコーナーです、うん、今回は何のお話が聞けるんでしょうか。今回はですね、はい、ちょっと珍しくあのすごくオタクネタじゃないところで何でしょう行ってみたいと思うんですが、うん、シャツ、シャツ、うん、お洋服、はいはい、結構一番好きなブランドが、ブランド、ブランドが、はい、ポールスミスが大好きな、はい、名前は聞いたことあります、うん、はい、これもねポールスミスなんですけどね、結構ね新しく買われたんですか、うん、これ春買ったやつなんですけど、最近、うん、新作、ね、背中とかもね、うん、どんな点ですか。ドーンとねプリントがかっこいいんですよ。かっこいいですね、うん、バスですかこれは、うん、なんだろう車ですね。車なんかね、うん、ここのねブランドが、はい、うん、結構なんかファッション雑誌とかでも、まあ、最近はすごいよく取り扱われてるんですけど、タッキーさんはあのアニメとかそういうのも好きだけどファッション雑誌なんかもよく見られるんですか、うん、一応なんかね目を、はい、いろんなものをやっぱ目通して、なんか情報を拾っていくみたいなね、何でも詳しいですね。何でもやっぱ拾っていかないと、ね、はい、うんうんうん、貪欲に貪欲にって感じで、はい、うん、まあ、そうやってる中で、すごい昔から、結構昔から好きで、うんうん、ポールスミスのシャツはね、うん、なんかあのなんかあって疲れたなと思うとね、自分にご褒美に、あ、自分にご褒美、そうそうそう、いいですね。買うとなると大体こういうねシャツを、うんうん、買ってるんですよ。おたきさんでもすっごくいつもおしゃれですよね。ちょっとだけ格好されていて、うん、あのすごいね気抜けてる時はね、うん、もうめちゃくちゃ気抜けてるんですけど、そうですかね、うん、あのほら、うん、あの出る仕事じゃない時は、まあ、何でもいいやっていう時は、うん、もう本当にねあの草履履きで文化放送に行ったりしますから、はい、あれもう普通にね、うん、街中チャリンコで走りながら、はい、うん、行ったりしてますけど、まあ、なんか出る仕事の時は、うん、なんか一応ね気使いつつ、うん、シャレさんです頑張っておりますということで、あ、そうなんですね、はい、まあ、そんなところもですね、うん、あの細かいんですけどあの気にしていただけると嬉しいなと、はい、ちょっと思ったりします、はい、はい、まあ、そんな感じで、うん、はい、今日はおたき佐々木の私服の一品のコーナーでした。見捨てないでデイジー。
は危ないからとじっちゃんに言われるまま、この地下核シェルターの中で僕が手を下すまでも勝手に自滅していく愚かな人類どもの様子をのんびり見物する予定だった。そう、彼女を見つけるまでは。地下核シェルターの中で育った天才科学少年がある女の子を見た瞬間、脈拍心拍数が急上昇。もしかしてこれって恋？見捨てないでデイジー、お楽しみに。今回もそろそろお別れの時間となってしまいました。はいはいはい、ちょっとねすごいニュースが入ってきたんですよ。何ですか？なんとですね、すごいニュース？うん。JFONのですね、はい、あの携帯電話の JFONの公式サイトになんと、うん、このアニパラが、うん、アニパラ J として登場ということで。うんうん、すごい、うん、ちょっとね詳細はまだです、ですね、細かいことはちょっと言えないんですが、はい、ちょっとただいま準備中なので、まあ、準備ができ次第ですね、はい、ちょっとこちらの方でお知らせしていきたいので。どんなページなんですかね、うん、はい、次回のそうですね、次回を詳しくお知らせしていきます。お知らせできるんじゃないかなと思いますが、はい、うん、はい、ということでね、まもなくゴールデンウィークということで。本当だ、うん、もうゴールデンウィークやっぱいろんなところでね、いろんなあのイベントなんかが、うん、行われるんで、ちょっと そういう情報ですね、いろいろ、はい、言ってみたいと思うんですが、まずはですね、ルパン三世エキシビジョンというのが、はい、なんとこちらは福岡で開かれておりますが、4月の25日からですね、5月の12日、12日まで、松屋レディース6階のですね、Gストア福岡の特設会場にですね、にて行われます。あの近い人はそうですね、うん、いていただきたいと思います。はいはい、そしてですね、ちょっとライブなんかもいろいろと行われますが、はい、まあ、このアニパラ超おすすめとしてはやはりこれでしょう、スーパーロボットスピリッツ、2002春の陣。あ、いよいよありますか。はいはい、こちらがですね、4月の29日が、赤坂プリッツで、5月の4日が、大阪のオンエア大阪で、そしてそしてあとはですね、あと遠藤正明さん、はい、さっきもちょっと紹介しましたが、遠藤正明さんのですねソロライブが、うん、行われます。こちらちょっとゴールデンウィーク明けてすぐって感じなんですが、5月の10日が、大阪の心斎橋ミューズホール、5月の11日が、名古屋のエルフィッツホール、5月の12日が、渋谷のクラブエッグサイト、はい、こちらの方で行われます。チェックしていただきたいかなと思っております。あとですね、あ、こんなのもありますよ。タツノコプロのですね、創立40周年記念イベント、タツノコアニメ大集合というですねイベントがですね、あの4月の26日から5月の6日まで、丸井のですね国分寺店の4階の、祭事場でですね行われます。まあ本当に貴重な映像がもうここでしか見られないものがたくさん見られると思うんでですね、ぜひぜひ。あとですね、オリジナルグッズなんかも、うん、の販売もねありますんで、あくびちゃんグッズ出てると欲しいですね、うんうん、結構これはちょっと楽しみかなと思いますんで、うん、丸井国分寺店の4階ということなんですね、はい、行ってください、ぜひぜひ行ってみていただければと思います。さくらちゃんからは、春からラジオだったりアニメだったりっていろいろスタートしてですね、うんうん、2本ラジオスタートしたんですけども、はい、1本がエアーマリンドラゴンファンタジーっていう、あの小田真理子さんと井上敦子さんがメインパーソナリティのラジオの中で、うん、桜色の季節というコーナーを持たせていただいております。はい、そしてですね、あともう1本がですね、コスプレコンプレックス、はいはい、あの OVA なんですけど、うん、そちらのラジオがスタートして千葉紗英子ちゃんと一緒にやってます、うん、はい、頑張ってますね。もう頑張ります頑張ります。皆さんぜひ聞いてください。はいはい、お相手は野川さくらとおたっきーさだけでした。バイバイ。夢に
かねお時間なんですが、はい、最近皆さんからね本当たくさんのお手紙いただくんでいっぱいありますよ、うん、東京都品川区の柳さんからいただきました。ありがとうございます、はい、毎回楽しく見ています。今日のゲストは誰かとても楽しみだし、いろんな情報や声優さんが出てくるのでとても面白いです。エンディングのハートのパズルも、とてもいい曲ですし、ぜひスタジオで歌ってほしいです。あ、いいですね、うん、やる？やっぱりいいですね。ちょっとライブスペシャルみたいな感じで。いいですね。やれたらいいですね、いつか。ね、他にもね、岐阜県の刈谷健吾くんでいいのかな、うん、2週間に1回しか見ることができないのでとても悲しいです。でも見るたび、イベントのことなどが知ることができるし、どんな本が人気があるのかも知れてとても役に立ってますということで、うん、役に立ててるし ね、 そうそう、この番組さまざまなイベント紹介してますから、そうです、ね、うん、ぜひね、ちょっと遠いとこでも、ね、うん、遠征してでも、ね、まあ、見に行っていただければなんで、私たちもよくイベントはそうですね、やってますんで、はいはい、遊び来てほしいです、遊び来てほしいです、まあ、これからも頑張って、はい、頑張ります、うん、やっていきましょう、はい、ということでお相手はタッキー佐々木と玉さくらでした。じゃあまたね、またね。アニメパラダイスはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。